羽生義シは、日本の将棋騎士。永星竜王、19世名人、永星王位、名誉王座、永星企王、永星王将、永星規制の資格保持者、及び名誉 NHK 杯選手権者の資格保持者。二上達也九段門下。騎士番号は175。国民栄誉賞受賞者。埼玉県所沢市出身。 1985年に中学生でプロ騎士となり、1989年初タイトルとして竜王位を獲得。1996年2月14日、将棋界で初の全7タイトルの独占を達成。2017年12月5日、第30期竜王戦で15期ぶりに竜王位を獲得し、通算7期の条件を満たして、 衛星竜王の資格保持者となり、初の衛星七冠を達成。さらに名誉 NHK 杯選手権者の称号を保持しており、合計8つの衛星称号の保持も史上初。さらに2018年度の第68回大会で優勝し、同大会優勝回数を11回に更新の上、一般棋戦の通算優勝回数が、 大山康晴を超え史上最多の45回となった。通算優勝回数152回、公式戦優勝回数144回、タイトル獲得99期、タイトル戦、登場136回、同一タイトル戦26回連続登場、同一タイトル獲得通算24期、一般期戦優勝回数45回は、歴代単独1位の記録である。また、 非タイトル戦優勝回数53回、非公式戦優勝回数8回、最優秀騎士賞22回、獲得賞金、対局量ランキング首位23回も、歴代1位である。詳細は、主な成績を参照。ハブとほぼ同じ年齢には、森内俊之や佐藤康光らトップクラスの実力者が、集中しており、彼らは、ハブ世代と呼ばれる。 埼玉県所沢市で生まれ、幼稚園に入る頃から、東京都八王子市に移り住んだ。小学校一年生の時、近所に住む同級生から、将棋の駒の動かし方を教わった。二年生の夏、将棋に熱中している我が子の姿を見ていた母が、将棋道場、八王子将棋クラブの第1回夏休み小中学生将棋大会に出場を申し込み、 大会デビュー。それがきっかけで、同年10月28日から毎週末に、道道場に通うようになった。家が、新興住宅地にあったため周囲に、まだ、あまり店がなく、週末に両親が来るまで、八王子市街に出かけて、買い溜めをする、たび道場の席主に、母が挨拶して、ハブを預けた。道場の一番下は7級であったが、 昇級の楽しみを与えるため赤手が与えた段級は14級であった。その後、気力は急速に向上していき、翌年の小学3年生の時に初段、4年生の10月に4段、5年生の10月に5段となり、いわゆる天強豪のレベルとなった。なお、家でも将棋を指し、それは両親と妹の計3名による連合軍と、 ハブ1名が対戦して、連合軍が不利な展開になった時は、将棋盤を180度回転して差し継ぐという、家族内ルールであったが、ハブの上達が早かったため長続きしなかった。1979年、3年生で4級の時、日本橋東急デパートの良い子日本一決定戦、小学生定学年の部で準優勝をし、 その翌年も関東各地のデパートの大会で、準優勝や参位入賞をする。将棋大会出場時は、母が我が子を見つけやすくするため、いつも、広島東洋カープの赤い野球帽である、赤ヘルを被らせていた。1981年1月7日、第1回お打球将棋祭り小学生大会で、デパート大会での初優勝を果たした。この時、準決勝で、 森内俊之を決勝で小倉久志を破っている。森内とのライバル関係はこの頃から始まった。ある将棋大会では先手森内の初手後八比という珍しい手に対して後手のハブが後に人返すという極めて珍しい序盤を見せることもあった。同年五年生に上がると天名人戦の都会予選を史上最年少で通過。8月には 東京の4つの小学生大会で優勝する。5年生の時、奨励会への入会を志し、道場の師範代である中島勝康指導騎士に相談をしたが、中島は小学生将棋名人戦で優勝をすることという厳しい条件を突きつけた。しかし、6年生の春に優勝し条件をクリアした。この時森内は3位。 NHK テレビ解説者は3日後に20歳の誕生日を迎える谷川浩二だった。母は対局が行われた NHK のスタジオからすぐに2条に電話を入れた。小学生将棋名人戦に出演していた大山康春は優勝したハブと谷川を見て将来はこの若い二人が将棋界を引っ張っていくライバルになっていくであろうと番組内で述べている。 同年、奨励会入会試験に合格。以降、1年余りで6級から初段に昇段するなど、驚異的な速度で昇級、昇段を重ね、1985年12月18日に3段での13勝4敗を記録。この成績をもって、当時の規定により4段に昇段して、プロに昇格。加藤一二。 谷川浩二に続く史上3人目の中学生騎士となる。末尾の年表も参照。デビューから年度が明け、実質の初年度となる1986年度に、全騎士中1位の勝率0.741を記録し、将棋大賞の新人賞と、勝率1位賞を受賞する。ハブに追随してデビューしてきた、同年代の競合騎士たちともに、 いわゆる、チャイルドブランドと呼ばれる、新世代のグループを形成し、ハブは、その代表的存在として勝ち進む。1987年12月5日、17歳に、過月で、天皇戦優勝。ハブが知られるようになったのは、五段時代の、第38回 NHK 敗戦である。大山康春、加藤ひ文谷川浩二中原誠と、 当時現役の名人経験者4人を全て破るという、まるで作った舞台設定のような勝ち上がりで優勝した。対、加藤戦では、終盤61手目に、加藤陣に五二銀を打った。加藤は仕方なく四二玉としたが、その後手後に投了に追い込まれた。後に、加藤は、この対局について、五二銀自体は、奨励会員でもさせると述べているが、 中盤戦で攻められている側に玉章を上がった4八玉を高く評価している。この1988年度は対局数、勝利数、勝率、連勝の記録4部門を独占をし、将棋大賞の最優秀騎士賞を史上最年少で受賞した。無冠の騎士が受賞したのも史上初である。1989年。 第2期竜王戦で3組優勝者として挑戦者、決定トーナメントを勝ち上がって挑戦権を獲得し、タイトル戦に初登場した。七番勝負の相手は、研究会、島県での恩師であり、前年に、初代竜王の座についた、島明であった。持ち将棋一を含む全八局の熱闘を4勝3敗で、制し、初のタイトル獲得。 機械で名人くらいと並んで序列トップの竜王位についた。19歳2ヶ月でのタイトル獲得は当時の最年少記録であった。この年度は先手番での勝率が0.9355であった。1990年11月に谷川に竜王位を奪取され無冠となり肩書きとして全竜王を名乗るが4ヶ月後の1991年3月に 企業位を獲得し、それ以降、タイトルを保持する状態が2018年12月まで27年9ヶ月続く。この間竜王朝鮮時の6打を最後にダニーを名乗ることがなかった。1992年度第40期王座戦で福崎文吾からダッシュして初めて複数巻となる。ここから長い王座戦連覇が始まり、後に大戦が持つ。 同一タイトル連覇記録を塗り替えることとなる。同年、第五期竜王戦で、谷川竜王との三冠、第二冠の天皇三対決を制し、森下拓曰くタイトル保有の図式が逆転した。1993年度、谷川から帰省を、合田正隆から王位を奪取して五冠王となる。ハブはこの時に、初めて七冠を意識したと述べた。しかし、竜王戦で、 佐藤康光に敗れ4冠に交代する。一方順位戦では、1991年度の B 級2組から2期連続昇級で A 級に昇格。そして迎えた第52期 A 級ジョニー戦では、谷川と並んで7勝2敗で1位体の成績で終え、プレーオフで谷川に勝ち、A 級初参加にして、名人挑戦権を得る。 この第52期名人戦七番勝負の相手は、前年に、長年の祝願を果たして初の名人位を、史上最年長で獲得した50歳の米長、国をであった。ハブは3連勝、2連敗の後の第6局で勝ち、奪取。同年度、さらに竜王位を佐藤から奪還して、史上初の六冠王となる。残るタイトルは、谷川が保持する王将くらい。 ただ一つとなった。王将リーグでは、五打と5勝1敗同士で並び、プレイオフとなったが、これに勝利して、王将挑戦権を獲得し、1995年1月からの王将戦七番勝負で、全冠制覇をかけて、谷川王将に挑むことになる。この第44期王将戦七番勝負は、フルセットの戦いとなり、その間に、同時進行していた。 気用戦五番勝負では、森下拓に対し三から礼で、早々と防衛をしていた。そして、最後の、第七局は、青森県、大平瀬で行われた。アイアグラの戦形となったが、二日目に、千日手が成立。先手、五手を入れ替えての差し直しつぼねは同日中に、行われたが、四十手目まで、千日手局と同じ手順で進行。つまり、 相手の手を真似し合ったような格好であった。41手目に、先手の谷川が手を変え、以降、矢倉の本格的な戦いとなったが、最後は、谷川の111手目を見てハブが投了。阪神淡時代震災で被災したばかりの、谷川によって、七冠制覇を目前で阻止された。ハブが、タイトルに挑戦して敗れたのは、これが初めてである。 この第7局の2日目当日、対局場のホテルには、将棋界の取材としては、異例の数の報道陣が退去して詰めかけていた。敗れたハブは、もう2、3年は、チャンスは巡ってこないだろうと思った。ところが、それから1年間、ハブは、王将戦、第7局の前に、すでに防衛していた、棋用戦を含め、名人戦、棋聖戦、王位戦、王座戦、 竜王戦と六冠の防衛にすべて成功する。なお、これらの防衛戦の間に通算タイトル獲得数が、谷川の20機を超え、大戦、中原に次ぐ、歴代3位となっている。その傍ら、第45期王将リーグは、対、中原戦で1敗を喫したものの、村山清森内俊之、丸山忠久、郷田正隆、 有吉道夫に勝って5勝1敗の1位となり、2期連続で谷川王将への挑戦権を勝ち取る。なお、これらの防衛戦、リーグ戦の中では、終盤戦で相手の握手に助けられた逆転勝ちがいくつもあった。第45期王将戦7番勝負の決着は、前年とは異なりあっさりとやってきた。ハブは、開幕から3連勝し、山口県のマリンピア黒井での、 第4局を迎える。報道陣の数は1日目から170名を超え、2日目には250名近くに達した。ハブの後手伝いで戦勝たちは、横振取りの激しい将棋となり、82手で、ハブの勝利。4から0のストレートで、大勝位をダッシュし、ついに七冠独占を達成した。横振取りは、谷川が、定団の頃に愛用しており、 それに影響を受けた小学生時代のハブ少年がこの恩で指していた先鋒であったためその戦形で七冠を達成できたことは感慨深かったというタイトル戦の数が6つ以上になった1975年度以降全冠制覇は初の出来事だったなお第4局1日目の前日から風邪を引いて熱を出していたこれについては本人曰く 体調管理が悪いことは褒められたものではないと、しながらも、いい状態ではないから、負けてもしょうがないと思ったことが、逆に、プレッシャーを低減させた一面があったとのことである。しかし、この第四局が終わって自室に戻った時は、ベッドに倒れ込み、頭の中は真っ白。それは、竜王や名人を初めて取った時とは全く異なる、ものであった。直後に、 第21期期王戦で、高橋道を相手に防衛に成功。これで年度の全7タイトル制覇も達成したことになる。また、この年度は、テレビ期戦の NHK 杯戦、早指し将棋選手権でも優勝した。年度勝率は、タイトル戦の番勝負での対局が主であったにも、かかわらず、当時歴代2の0.8364という、数字であった。 新年度の最初のタイトル防衛戦は、小学生時代からのライバルで、タイトル戦初登場の森内俊之との、名人戦であり、4勝1敗で防衛に成功した。フルセットの戦いではなかったが、いろいろな作戦を持って来られたり、封じ手時刻ギリギリで刺されたりして、ハードな名人戦だったという。これで、名人3連覇となったが、 永世名人資格までの残り2期獲得まで12年もかかることになる。次の防衛戦は2期連続で三浦博之を挑戦者に迎えた第67期規制戦であった。フルセットの戦いとなったが最終第5局で相掛か,かりに8飛車引きの思向を見せた三浦に敗れ7冠独占は167日で幕を下ろした。しかしハブは 通常に戻れるのでほっとしたと語っている。三浦から帰省位を奪われたのと同年の第9期竜王戦と翌1997年の第55期名人戦という二つのビッグタイトル戦でいずれも谷川に敗れ四冠に交代。この名人戦で谷川は明治に獲得通算5期となり永世名人の資格を得た第47回 NHK 敗戦決勝は 村山清との最後の対戦となった。最終盤、村山が握手を指し、9点直下で3手後に、村山の投了となった。ハブは4度目の優勝。これで、二人の通算対戦成績は、ハブの7勝6敗となった。第38八強位戦7番勝負から第48八強座戦5番勝負に、かけて、 登場した15回のタイトル戦で、すべて獲得に成功。第13期竜王戦七番勝負で、藤井武竜王に挑戦敗退して、記録は止まった。2003年度、第51期王座戦では、10代で、ハブより一回り以上若い挑戦者、渡辺明を迎える。一勝二敗とされてからの二連勝で辛くも防衛。最終第5局では、 終盤で勝ちが確実となった時に手が激しく震え、駒をまともに持てなかった。同年度の竜王戦、王将戦、そしてよく2004年度の名人戦で、いずれも森内に立て続けに3つのタイトルを奪われ、衛星竜王資格獲得と衛星名人資格獲得の両方を阻止される。竜王戦は、自身初のタイトル戦ストレート負けであった。これで、ハブのタイトルは、 王座だけとなり、11年9ヶ月ぶりに一貫に交代した。この時点で、タイトル保持者は、森内隆王、名人、谷川王位、清王、佐藤犠牲、羽生王座となった。しかし、その2004年度中に次々とタイトル挑戦権を得る。まず王位戦で、谷川王位に挑戦してダッシュし、王座一貫の時期は89日で終わる。 さらに王座戦で森内の挑戦を退けて防衛した後、冬には王将戦と紀王戦で森内王将、谷川王それぞれにストレート勝ちし、あっという間に再び7タイトルの過半数の4冠を占める。2004年度は A 級順位戦でも7勝2敗で1位と、成森内名人への挑戦権を得るが、その名人戦ではフルセットの戦いの末に敗れ、 前年に続き、永世名人の資格獲得を一する。結果的にこの2年後、森内はハブより一歩先に永世名人に到達することとなる。2005年度の A 級順位戦では8勝一敗の成績だったにもかかわらず同性の谷川とのプレイオフとなり、敗れて名人挑戦を逃した。発勝して名人挑戦できなかったのは順位選手上。 唯一のケースである。2006年、王座を防衛した時点で通算タイトル獲得数を65期と、し、中原誠の通算64期を抜いて、歴代単独2位となる。2007年12月20日、第66期永久女人戦6回戦、対、久保敏明戦で勝ち、史上8人目の通算戦勝を、史上最年少、最速、最高勝率で達成。 その2ヶ月後の2008年2月28日には、第57期王将戦で防衛に成功し、史上2人目の期戦優勝100回を達成。2008年6月17日、第66期名人戦、第6局で森内名人を破り、名人くらいと3冠に復帰。通算5期獲得により、衛星名人の資格を得る。 これにより史上初の、いわゆる衛星六冠を達成。大山康春と中原誠の衛星五冠を抜いた。そして、残る一つの衛星獲得をかけ、第二十一期竜王戦で、渡辺明竜王への挑戦権を得る。渡辺が勝てば、連続五期で、初代衛星竜王、羽生が勝てば、通算七期で、初代衛星竜王という。 タイトル戦史上初の初代衛星位決定戦となった。七番勝負はハブが開幕三連勝。しかし、そこから三連敗してフルセットとなり、2008年12月17日から18日に山形県天童市で行われた最終第七局でも渡辺に敗れる。ハブは将棋開発の三連勝を四連敗を起死してダッシュを逃した。なお、 この最終局は、矢倉の戦かたちから、お互い早めに動く展開で、中、終盤のねじり合いの内容が素晴らしく、将棋大賞の名局賞受賞曲となった。ハブにとっては、同賞創設から3年連続3回目の受賞で、いずれも、敗局での受賞である。2010年6月1日、第51期王位戦白組プレイオフで、都編誠に勝ち、 通算1100勝を達成。同年6月26日、タイトル戦、登場100回目となった第81期規制戦は、深浦を3勝0敗のストレートで下して防衛した。同年9月29日、第58期王座戦では、藤井武氏を相手に3勝0敗で防衛。同一タイトル19連覇。 同一タイトル6回連続ストレート防衛という2つの歴代1位の記録を樹立した。第58回第60回の NHK 杯戦で史上初の3連覇を達成。同期戦での通算優勝回数を一気に9へと伸ばし、大山安春の記録を抜き去って歴代単独トップに立つ。2011年10月パリ近郊で開催された第5回。 国際将棋フォーラムにて2011年、森内敏之を挑戦者に迎えた第69期名人戦で、3連敗後3連勝するも、最終局で敗れ質感。しかし、同年の第52期王位戦で、広瀬昭人王位に挑戦し、4勝3敗でダッシュして、通算タイトル獲得数を80期とし、40歳にして、大山康晴の持つ、 歴代1位の記録に並んだ。しかし、第59期王座戦で挑戦者の渡辺に、ストレート負けを喫し,し、20連覇を一する。なお、同年、初出場の、第19回富士通配達人戦で優勝している。2012年2月11日、第5回朝日配将棋オープン戦で、2年ぶり2度目の、優勝。第70期順位戦で、 史上3人目の A 級順位戦全勝優勝を達成。第61回の NHK 杯戦では3月18日放送の決勝で渡辺を破り、自身の連覇記録をさらに更新する NHK 杯戦4連覇を果たすとともに、通算優勝回数10回を達成。将棋界では、初の名誉 NHK 杯戦主権者の称号を獲得した。 この時点で、通算優勝回数が124回となり、大山安春の最多記録に並ぶ。第70期名人戦で、森内に敗北。永久前勝者挑戦の名人ダッシュ失敗は、史上初。しかし、直後の第83期規制戦で、新栄、中村太七を3連勝で退け、通算タイトル獲得数を81期として、 歴代単独1位となる。8月17日の対局で勝利し、史上5人目の通算1200勝を、史上最年少、史上最速、史上最高勝率で達成。2012年度、渡辺から前年奪われた王座を奪還。その最終第4局は千日手差し直しの末深夜2時までもつれる熱戦で、 第40回将棋大賞の名曲賞に選ばれた。第71期永久ニ人戦で優勝し、2年連続で、名人挑戦。その第71期名人戦は3年連続で、森内との対決となったが、1勝4敗で敗退。一方、渡辺の挑戦を受けて、史上初の三冠同士対決となった第84期規制戦では3勝1敗で、タイトルを防衛し、 通算公式戦優勝回数を25回として、歴代単独1位となる。第61期王座戦で、中村大臣に対して一勝2敗からの2連勝で、辛くも防衛。このシリーズは200手帳あり、1000日手あり、内不詰め筋ありという白熱したシリーズだった。これにより、同一タイトル通算獲得数を歴代単独1位の21期と、する。 第7回朝日杯将棋オープン決勝戦で渡辺二冠を下し、三度目の優勝。また、渡辺王将に挑戦した第63期王将戦では、フルセットにもつれ込むも赤敗。2014年将棋日本シリーズ決勝。渡辺明との対局。第72期名人戦で4年連続、9回目の顔合わせとなった。 森内名人を4連勝のストレートで破り、名人に福井。約4年ぶりに4冠に復帰した。3期連続の挑戦、及び3度の福井は共に、名人戦史上初である。3度の福井は、すべて森内から、3度の質感のうち2度は、森内によるものである。第85期規制戦では、 森内龍王を挑戦者に迎え、名人戦とは立場を変えての番勝負となった。結果は、ハブの3連勝で防衛。大戦の記録に並ぶ規制7連覇、13期目の獲得となった。第55期王位戦では、挑戦者に木村一騎を迎え、第3局に王位戦史上初となる、持ち将棋が成立した。結果は、ハブの四勝二敗一 持ち将棋で防衛。なお、タイトル戦での持ち将棋は、ハブ自身にとっては、初タイトルを獲得した第2期竜王戦、第2局以来2度目である。第62期王座戦では、2回目のタイトル挑戦となった、戸島正幸を迎えた。開幕に連勝の後に連敗し、フルセットになったが防衛し、同一タイトル獲得記録を22に更新、4冠を、堅持した。 またこれにより、タイトル通算獲得数が90期になった。また、第64期王将戦挑戦者決定リーグ戦、対、三浦博之球団戦に勝利し、史上4人目の1300勝を、史上最年少、史上最速、史上最高勝率で達成した。第40期期王戦で、渡辺に挑戦するも、3連敗で、ダッシュ失敗。なお、 2014年度は2つのタイトル挑戦者、決定戦で敗れ、年度全てのタイトル戦登場を逃した。第73期名人戦は、なめ方正治を挑戦者に迎え、4勝1敗で防衛。これにより名人通算9期、名人に獲得数が、歴代3位となった。なお、ハブが制した第1局は、名人戦史上最短手数となる60手での、決着であった。 2015年から始まった第1期、明王戦には参加しなかった。第86期規制戦では、都島正幸を迎えての防衛戦であった。2年連続挑戦で勢いに乗る都島七段を3勝1敗で、退けて防衛。第115世名人の規制7連覇の記録を塗り替え8連覇を達成。 また元王位の広瀬昭人を挑戦者に迎えた第56期王井戦では4勝1敗で盤弱の防衛。そして第63期王座戦ではタイトル戦初登場の佐藤天彦を3勝2敗のフルセットで退けた。第9回朝日敗将棋オープン戦の決勝で森内に勝利し3連覇を達成。また、 一般帰戦の通算優勝回数が44回となり、大戦の記録に並んだ。第74期名人戦は、佐藤天彦を挑戦者に迎え、1勝4敗で質、出感名人通算10期とはならなかった。その後、第87期帰戦ではハブが苦手としていた、長瀬拓也を挑戦者に迎え、3勝2敗で防衛。自身の持つ、 規跡戦連覇記録を9へと伸ばす。その後初タイトルを目指す木村一期を挑戦者に迎えた第57期王位戦7番勝負もフルセットで防衛。これにより25年連続の年度複数巻を達成。第64期王座戦戦5番勝負ではストレートで挑戦者の糸谷哲郎を破り、自身の持つ同一タイトル獲得記録を24期に伸ばした。 第2期、明王戦に初参加、球団予選を、勝ち上がり本戦に進出、準決勝で、佐藤天彦名人に敗れた。第88期規制戦では、若手のホープ斎藤慎太郎七段を挑戦者に迎え、3勝1敗で、防衛。自身の持つ、規制戦連覇記録を10へと伸ばすとともに、自身3つ目のタイトル2桁連覇を達成した。 第58期王位戦では、既成戦挑戦者の斉藤慎太郎と共に、順位戦で B 級一組へ昇級した菅井達也七段を挑戦者に迎えた。菅井の振り飛車に苦戦し、一勝四敗で、質感。続けて、第65期王座戦では3年ぶり2回目の挑戦となる中村大治六段を挑戦者に迎え、一勝三敗で、質感。 自身13年ぶりとなる一冠に交代した。2018年1月第30期竜王就位式。通算7期目の竜王位獲得により、衛星七冠の資格を得たハブ。日本将棋連盟会長、佐藤康光と共に。第30期竜王戦では挑戦者決定戦に、進出し、松尾歩八段を相手に2勝1敗で勝利。 自身7年ぶりの竜王戦七番勝負登場を決めた。七番勝負では、渡辺竜王を4勝1敗で破り15期ぶりに、竜王位に福井し、衛星竜王を獲得するとともに、史上初の衛星七冠となった。また史上初の衛星七冠を達成したことにより、安倍晋三内閣総理大臣から騎士として、初の国民栄誉賞を、 囲碁騎士の井山雄太七冠と共に授与された。また、竜王くらいの獲得によりすでに防衛していた規制と合わせて55日ぶりに二冠となり、26年連続の年度複数冠を達成。第76期順位戦では、最終局を終えて6人が6勝4敗で並び、史上初の六人でのプレーオフとなった。A 級位のハブは回戦で、幸。 5回戦で、稲葉明を破り、自身17回目となる名人戦への出場を決めた。佐藤天彦名人との七番勝負は、第1局を98手にて勝利して、大山康春15世名人に次ぐ二人目の通算1400勝を、最年少、最速、最高勝率で達成するも、番勝負の結果は2勝4敗に終わり、名人福井はならなかった。また、 第66期王座戦では、決勝トーナメント1回戦で、深浦孝一九段に敗退し、26年続いた、連続番勝負出場記録が途切れた。第89期、ヒューリック杯規制戦では2勝3敗の末、豊島正幸八段に敗れ規制を出感し、再び、竜王の一冠となった。2018年度の、 第31期竜王戦七番勝負で挑戦者の広瀬昭人八段を相手にフルセットの上3勝4敗で敗れ1990年度の起用獲得以来27年ぶりの無冠となった。なお竜王戦第6局では2日目の12時7分に投了し竜王戦史上最速投了を記録して大敗している。この際、日本将棋連盟から 全竜王を名乗るか意向を問われたが、全竜王を辞退して、球団を名乗ることにした。一方、第68回 NHK 杯戦では、ハブ本人も含めた、ハブ世代の騎士4人が、若手の競合を退けて、ベスト4を占める中、ハブは準決勝で、丸山忠久、決勝で、郷田正隆を破り、NHK 杯11回目の優勝と、一般棋戦で、 大山康春の44回を超える45回目の優勝を果たした。2019年5月23日、第60王位戦挑戦者決定リーグで、谷川孝治球団に対し94手で勝利する。これにより、通算勝利数が1433勝となり、大山康春15世名人が持つ最多勝利数記録に並び、1位体となった。また、 大井戦挑戦者決定リーグ白組は、ハブと長瀬拓也明おが共にリーグ4勝1敗で、プレイオフとなり、133手で、ハブが長瀬に勝利。通算勝利数歴代単独1位となる1434勝を達成した。大井戦挑戦者決定戦では、赤組優勝の木村一気に敗れ、挑戦権獲得を逃した。 タッ戦でも王座戦決勝トーナメントベスト4や王将戦挑戦者決定リーグ進出等と検討するもいずれもタイトル挑戦を逃し30年間連続していたタイトル戦の番勝負出場も31年目で途絶えることとなった2020年第33期竜王戦一組ランキング戦で優勝すると決勝トーナメントでも優勝し 史上初の50歳以上での竜王戦七番勝負登場を決めた。50歳以上でのタイトル戦登場は史上6人目である。勝てば、タイトル通算100期となる竜王戦七番勝負では、戸島正幸竜王から第2局で勝利を挙げるも、対戦成績1勝4敗で敗れ、異行は持ち越しとなった。ハブは七番勝負第4局の前日に、無菌性髄膜炎による、 体調不良で入院となり、対局を延期するハプニングもあった。講師ともに優れた、拒否者等であり、急戦、時急戦問わず差しこなす。時折、振り飛車を採用することもある。好きな駒は銀賞。攻め、受けの要であるため。ハブが研究用に使っていた駒を譲り受けたライターによれば、告げ性の使い込まれた駒のうち、銀だけがすり減っていたという。 また、対局の中の様々な面で強さを発揮する。勝又清和は、大戦の力強い受け、中原の自然流の攻め、加藤の重厚な攻め、谷川の高速の寄せ、米長の泥沼流の差し回し、佐藤の緻密流の深い読み、丸山の激辛流の差し回し、森内の鉄板流の受け、といった歴代名人の長所を状況に応じて、 刺し手に反映させる、歴代名人の長所をすべて兼ね備えた男としている。終盤での絶妙の勝負手あるいは手渡し、他の騎士が思いつかないような独特な寄せ手順から逆転することは、主に若手時代、ハブマジックと呼ばれ、それを表題とした書籍も複数出版されている。金銀を二三や八三に打った、対局の勝率が高いと言われている。 ここに金銀を打つのは、通常は勝ちづらいと考えられている手法である。このため機械の一部では、これらのマス目は、ハブゾーンと呼ばれている。著書、決断力で、成長するために逃げずにあえて相手の得意な戦型に、挑戦するとの胸の発言をしている。長年のライバルである、森内俊之は、彼の凄さは、周りのレベルも上げつつ、自分のレベルも上げるところにある。 勝負の世界にいながら、周りとの差を広げることだけにこだわっていないと語る。これと似た評価としては他に、感染記者による、感想戦でハブなどは別の手順を、すべて明らかにします。今後の対局もあるからばらすと、損になるなどと考えないなどがある。渡辺明は、佐藤棋聖に破れ永久のハブ谷川戦を観戦。あまりの名曲に感動し動けない。 トップ騎士の力を見た1日ハブ名人はどんな戦法もさせる、情熱大陸の竜王戦密着取材では、第一局のハブの価値に関して、あの状態から勝てると読んでいたのはおそらくハブさんだけじゃないかな、と、ナレーションの差を見せつけられたとの声と共に語った。深浦浩一は2003年に、ハブさんは今も最強だと思っています。 ハブさんに比べると自分はまだまだと語っている。チェスに興じるハブチェスにおいては、国際チェス連盟のタイトルで、グランドマスター、インターナショナルマスターに次ぐ、ファイドマスターを有する、日本国内屈指の競合である。現在では、選手として競技会への参加は少なくなったが、国内でのチェスの普及や親善としてのイベント対局をこなしている。 海外のチェス大会に一人で出場するため多忙な中で英語を勉強しアメリカ、フランス、ドイツ、UAE など各国の大会に出場した2006年6月にフィラデルフィアで行われたワールドオープンでは英語の取材にハブ自らが英語で応じておりその模様は公式サイトで公開されているチェスの魅力を衝撃士の室岡勝彦に22歳で 教えられ、本で、ルール等を覚えた。実際にチェスをプレイし始めたのは7回制覇前後の1996年頃、26歳とかなり遅く、日本在住のフランス人、チェス講師、ジャック・ピノーに一から教わった。プレイといっても、多忙のため月に一二度の練習であった。将棋とチェスに関して、ハブは当初似ていると思っていたが、全然違うと語った。 現在は、チェスプレイヤーの小島真也と月に数回集中的な練習対局を行っている。上記の将棋との混乱やチェスの開始時期が遅いこと、月1、2度というわずかな練習にもかかわらず、2年後の1998年3月に全日本百決戦で単独優勝、9月のジャパンオープンでは1局敗れたものの4者同率、優勝した。 1999年6月には、非公式の自由対局ながら、アイムのアルミラス・クリプチェンコに2戦二2しかし、その夫である GM のジョエル・ローティエに、森内敏幸、佐藤康光と共に3面座手で挑むも3人とも、敗れた。2000年は、将棋界で、記録的な活躍をしていたにかかわらず、暇を見つけて、シカゴで開催された、シカゴオープンに参加。 これが、海外大会初参加である。また2002年10月には、再来日した GM のジョエル・ローティエに、再び森内、佐藤と共に三面差しで挑むも、ハブは破れた。2004年には、日本人として三人目となる FM の称号を獲得。一降2007年5月までにほぼ年2回のペースで13回の、海外大会に、参加、2006年の、 ワールドオープンでは5勝2分2敗で237人中38位となり、アイム獲得への第一歩となる一度目のアイムノームを達成した。これらの大会で30分前後の早指し戦では、GM に3勝2敗1分と勝ち越している。2007年5月の時点でレーティングは2404と、日本国内1位、世界ランキングは2796位。 アジア圏のランキングは260位、日本チェス協会の国内称号である段位は6段とした。少ないながらも、定期的に大会に出ては、順調にレーティングを上げていたが、2007年5月から、長期間、チェス大会へ出場しなくなり、2014年まで、ファイドからは、アクティブプレイヤーの認定を受けなくなった。これ以降もイベントでの対局は時折行い、 2011年10月には、フランスで開催された、国際将棋フォーラムで、アンイコールエイコールロワール県のビランドリー以上で、フランス国内チャンピオンのマキシム・バシエラ・グラーブと、モリナイと共に2面差しの新善対局を行い、黒板を持ったが、チェックメイトの順を逃しての引き分けとなった。バシエラ・グラーブは、両者について、日本に、 こんな強い選手がいることにびっくりしたと感想を述べた。2012年3月、全日本百決戦に参加し単独優勝を果たす。4月22日には、都内で、小島真也と共に、GM で、世界王者への挑戦経験もある、ナイジェル・ショートと、二面差しのエキシビション対局を行い、ゴテクロを持って、引き分けになった。 2012年9月14日、神戸で開催された、チェスプログレムの世界大会、WCCC2012 で、2011年に、対局したバシエラグラーブと、将棋とチェスを同時に指すという変則ルールで、公開対局を行った。ハンデとして、ハブは、将棋が飛車落ち、チェスは、先手白番で、将棋に勝ちチェスは負けた。ハブは、 インタビューに頭を切り替えて考える面白さがあった年、バシエラグラーブは、チェスと将棋が影響を及ぼし合えば、面白いと答えた。2013年11月、ジャパンオープンで、総合3位。12月には、年末年始の休みを利用して、ポーランドに渡り、クラクフで開催された、第24回クラクフ国際チェスフェスティバル2013に参加。 6勝1分2敗の成績を残し2度目のアイムノームを達成した。6勝の中には GM のバートウォーミュヒベルラからゴテクロバンで上げたい1勝が含まれている。これにより2014年2月のファイドレーティングで2415となりアクティブプレイヤーへ復帰した。2014年11月28日、電王戦の特別企画で 元世界王者のガルリー・カスパロフと先手後手を入れ替える、早差しの2番勝負で対局したが、カスパロフが2連勝した。将棋に、チェスの手法を持ち込むこともあり、その一例として、アベマ TV の企画番組にて持ち時間配分で、フィッシャールールを採用した将棋トーナメント戦をハブが、提案。2018年に、 アベマ TV トーナメントインスパイアドバイハブヨシハルとして放送された。2021年2月時点でレーティングは2399と日本国内2位。世界ランキングは3194位。アジア圏のランキングは393位。2020年12月6日、現在登場、連覇の太字は歴代最多記録。詳細は、末尾の年表。 タイトル戦戦績一覧を参照。他の騎士との比較は、タイトル獲得記録、将棋のタイトル在位者一覧を参照。通算45回イコール歴代一位詳細は、末尾の年表を参照。なお、プロデビュー以降に存在した棋戦のうち、新進棋士の棋戦を除けば、優勝経験がない棋戦は、下記の3つだけである。 非公式戦優勝通算8回イコール歴代1位、竜王戦と順位戦のクラスは、衝撃士の在籍クラスを参照。詳細は、末尾の年表を参照。記録は事項を参照。専門書入門書一般書商談及びタイトルの獲得、質感による、肩書きの遍歴を記す。書籍オンラインその他。ありがとうございます。